ちなみにサラミ選手の試合とかってご覧になったことってありますか？いや、今までずっと52キロやってたんで、48キロの選手っていうのはずっともう、はい、あまり見てなかった。そっか、じゃあ本当だったらこの間の大会で見れるはずだったのが、そうですね、雪のあれで見えなかったと、はい、なんかあの久しぶりの復帰戦ですけど、なんかどういう試合をしたいとか、なんかもしイメージしてるのがあったらちょっと教えてください。特にはないんですけど、はい、やっぱり残念な試合はしたくない、うん、なるほど。ちょっとじゃあ最後に試合に向けての意気込みをお願いします。意気込みはそうですね、面白い試合をになると思います。はい、応援よろしくお願いします。はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。